着きまして、私は飛び立った時は羽田空港で随分変わったんですね空港も変わってしまって、向こうで今、この連中と一緒に毎日、新たにやってます。向こうでたった一言だけ日本語で使う日本語があって、それはさよならっていうのをいつも日本語で、それだけはなんか日本語で言ってて、それをなんか向こうでやればやるほどすごくその実感というか重みが非常に、長い間全然気づかないでいつも使ってたんですけども、そういう中でさよならっていうのをアメリカの中で使うと非常にこれは大変な言葉なんだなというので、さよならだから今度会う時はもっと行くぞみたいな、それを50年代のリズム&ブルースみたいな雰囲気で、我々みんなで一度作りました。最後に皆さん非常に喜んでいただいたのでやりたいと思います。よろしいですか。さよなら、じゃん。Now I have to go. Hey, pretty sweet little darling.